はい、皆さんこんにちは。ワンタンメンクマちゃんです。今日はですね、今からある高級食材をねタダでゲットしに行きます。まあ、今ね秋じゃないですか。秋真っ只中ということで、まあ、お父さんとねこれから山の方に出かけて、ちょっと銀杏を拾いに行こうと思ってます。やっぱ秋はイチョウがねまあ綺麗だと思うんですけど、我々はねそのイチョウも好きだけど、どちらかというとその地面に落ちる銀杏の方が好きなわけですよ。せっかくなんでね、今日はちょっと銀杏拾いの様子と、あとはちょっと銀杏の料理なんかもね動画にしてお届けしたいと思ってます。行ってきます。到着。銀杏の木をまず見つけるところからですね。めっちゃでかい金木犀の木が、すごいいい匂いする。中国に金木犀の木ってあるっけ？あるか。ああ、はいはい。あ、銀杏の匂いする。全部銀杏の木だこれ。あ、よく見ると落ちてるねこれ。おお、いっぱいあった。本当だ、いっぱい落ちてる。よし、早速拾おう。なるほどね、こうやって手にねプラスチックの袋をつけて、こうやってね袋の中に入れるとね、もういっぱいだね。ちょっと私も今から銀杏拾いに参加します。拾っちゃうぞ。これいいんじゃない？これ父さん、これ平気？ちっちゃい？普通だね。まあでもありだよね、拾っとこう。お、これいいんじゃない？これいいと思うけどな。これ拾っちゃおう。なんか気づかないうちにいっぱい踏んじゃってる。カンカン。あ、これいいのでは？意外と草むらの中にも結構大きいのあるね。ちょっといい感じの拾えた。よし、別のとこ行きますか。まだいっぱい落ちてるけどな。ちょっと次の場所に移動するそうです。実はねこのトング持ってきたんですけど、結局もう手づかみでも全然取れたから、まあ、なくては大丈夫だったけど、もし ある方とかかがむのがしんどい方はこれあると便利かも。いや、その銀杏の身の汁は手についたら皮膚はやられるんだよ。うん、あ、マジか。だからこういうトングか手袋どっちか使うってこと？うん、なるほどね。あったここ？うん、この袋。おお、でっかい銀杏の木やこれ。これすごい、さっきよりいっぱい落ちてるかも。これは豊作です。うわ、めっちゃ臭いけどめっちゃ嬉しい。ダブル。お父さんは奥の方で取ってます。いつの間にそんなところに。本当にいっぱいだね。いっぱい取れたね。まだ上にある。はい、これ私の分もちょっと入れて。はい、そちらはどうですか？宝がいっぱい落ちてますね。うわ、すごいいっぱいあるよ。私はダブルが好き。なんかさくらんぼみたい形が。これもいいな、これ。よいしょ。すごい銀杏臭いけど達成感はいっぱいです。お父さんいつの間にすごい量。はい、じゃあ行こう。オッケー。なる。あ、もう帰るの？帰る。すごいね、来て10分15分でもうこんなに取っちゃったね。今食べれないよ。そうだね、すごいいっぱい取ったね。じゃあお父さん、あれをお願いします。はい、はい、銀杏取ったです。ありがとうございます。いつの間にか晴れてきた。これも銀杏の木ですね。こっちはそんな落ちてないね。銀杏の木にもオスとかメスとかあるの？あります。ただな、それは貴重な木なんですよ。雌雄同体の木が一番多いですよね。雌雄同体でわかる？だからメスオス両方。そうです。だから特に性別関係ない。銀杏だらけ。もうちっちゃいな、これ。ちっちゃいの？さっきよりちっちゃいじゃん。あ、まあちょっとちっちゃいかもね。まあ、キーマーもすぐとそんな大きくないから、これまた誰も拾わなければもう肥料になるだけなんで。なるほど、誰も拾わなければ肥料になるから、まあちょっとぐらい拾ってもいいよね。
ってきた銀杏をこれから料理にするためにまず潰します。わお、地味な作業だね。すごい銀杏匂いする。ちょっとあまりにも銀杏の匂いがしたんで換気扇つけました。こんな感じで肉を潰しながら身だけを出すんですね。中のこれバンニバ運動性こんな感じか。おお、潰すの楽しいかも。こんな感じで OK？ うん、こんな感じにね、剥けたら OK です。銀杏の匂いで鼻がむかりそう。おお、いいな、すごい。あと3日間は多分家の中から銀杏の匂いがするね。チーズの匂いみたいに感じてきた。お腹オッケー、分かりました。なんか手が臭い。はい、ということでこれが私たちが剥いた銀杏です。これだけでどれぐらいだろう、500グラムぐらいあるかもね。頑張って拾ったけど、この中でもダメなやつがあるの？うん、そうなんだ。ほぼダメだ。ちっちゃいからってこと？中には空洞になってる。そうなんだ。残りはなんかいい感じに沈んでるね。すごい、2回ぐらい洗ったからだいぶ水の色は綺麗になった。そうね、今ツルツルになってる。うんうん、綺麗になった。なんで水にお酢を入れたの？え、普通で手洗うの？うん、いや、あれはね、結構ね、皮ね、あのアルカリ成分なんで、お酢で洗うと中和するんです。あとまず3分の1ぐらいの量でね、アルミホイルで包んだら、おお、魚を焼くグリルに乗せてと。これ普通のトースターでもいいのかな？うん、弱火10分ぐらい待つ。うん、確かあれだよね、なんかポンポンみたいな弾ける音が聞こえたら、あの OK になってきた証拠。うん、そして今日のご飯は鍋です。乾杯するか。乾杯。もうこんな感じで今日はめちゃくちゃ豪勢ですね。うまそうな肉。いただきます。うん、これも入れたんだよね。うん、これ確かに私がさ、沖縄土産で買ってきたやつなんだけど、鍋に唐辛子。全然辛くない。始めるよ。あ、唐辛子、確かに唐辛子の味はするけど辛くはないかも。辛くでも唐辛子入れたら美味しい。美味しいよ。味変でいいね、これ。うん、音鳴ったけど、まだまだ多分ね、これ、カルミホイルはあるから、中には浸透しないんですよ。ああ、じゃあちょっと隙間開けないといけないってことか。洗って。はいはい。乾燥してない。乾燥してたらもっと早いってことか。うん、最後の2枚は、お、ポンってなった。うん、鳴った鳴った。お、もう弾けたのがあるね。いいね、もうちょいもうちょい。もう OK ですか？おー、塩入れてますね。ご飯もできた。うわー、熱いこれはちょっと冷ました方が良さそうだね。あ、かめぇ。ちょっと銀杏食べてみていい？このもう一個空いてるやつ。うん、うわーい、いろいろくっついてる。これをちょっとね、塩につけて食べますと。いただきます。うん、美味しいわ。もうちょっと冷ましたら多分他も全部いけるね。これは確かにお酒飲みたくなるね。なんかさ、スーパーってさ、銀杏売ってるじゃん。うん、普通にこういう殻付きのもの、うん、100g、200g でいくらするんだっけ。多分このくらいは、まあ、じゃあ98円かな。198円。そんな安いんかな。でもさ、これで198円でしょ。これの
あと2回分くらい残ってるから、うちらは600円分くらいタダでゲットしたってことですね。考えるとだってやるのは面倒くさいじゃん。ああ、それはそうだね。然后这个整饭是用牙齿咬吗？嗯。嗑瓜子的时候有点像，ちょっと殻が開かないときはね、噛んで開けます。え、緑のやつ出てきた？うん、出てきた。ほら、ちょっと私の顔に今ピンといっちゃってるんだけど、中身が緑。うん。もちもちでしょ？もちもち。あ、これ開いてるやつはなんか手で潰せばいけるね。綺麗に剥けました。すごい、なんか透き通ってる。うん、うん、もちもちだね、これ美味しい。翡翠みたいちょっと耳につけてみてよ。うまっ、たまらない。日本の鍋とは思えないオリジナリティあるソースだね、これ。羊肉はこれで食べると最高だ。辛いだれ。そうなんですよ、なんか辛いじゃん、いいね。四川人は2日辛いの食べないとなんかイライラするらしいよ。ということで、もう私たちもだいぶ食べ終わってね、ちょっと残っちゃったけど、うん、まあこれはまた明日以降食べたいと思います。やっぱね、銀杏は本当に秋の味覚というだけあってね、美味しいね、この季節はね、うん、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。